例えばテレビ、ラジオ、動画、音声メディアとかっていうのはメディアですか、変わっていくとか。テレビ、ラジオとかは古くてそれもダメじゃんってものは大きく崩れると思います、ルールブックが。で、新しいものが出てくるので。でもラッキーから言ってきます、2024年はです。あと髪型は2024年の上半期はショートがいいです。2020年後半になってくるとがいいので。で、神社、東京からだと、地方の方でしたら現在住んでる場所からぐらいの、本当に行くならに行くといいです、うん、そこは守っていただきたいです、はい、で、食べ物はがいいの で、その理由もちゃんと辰年っていうのがあって、まあ、地に伸ばすとか根を伸ばすとかっていうのがあるので、うん、そういったものを食べるといいですよっていうのが2024年です、うんうん、で、新しい流れはどんどん来るので、テクノロジーとか新しい情報とか科学とかはだけでいいのでやるようにしておいてください、うん、結婚とかでいうとちょっと個人が強くなってくるんで、うん、でも僕の占いでとか結婚する向きなんで、このあたりは結婚しやすいと思います。2024年でいうとの人が一気に注目浴びてくる、そのアンミカさんみたいな人とか、もともとあとお金持ちみたいな人が出てきますよ、注目されてくるんで。苦労とか大変って皆さんいろんなことを思ったら想像するのは構わないし、過去こんなことあったのはいいんですよ。じゃあどうしたいをもっと考えてくださいね。明るい未来の自分が何を考えてるかどうするのかって、ここ皆さん想像しない人多くて、それこそ1年後とか3年後とか5年、もう10年後とかに自分が一番こうしてるハッピーだなとか幸せだなって想像して、その自分が今の自分に何言うか想像してみてください。そうすると今やるべきことが分かるんで、もっと勉強しなとか、今その環境離れなとかって自分が言ってくれるんで、それをやると人生って変わってくるんで、みんな自分が答え持ってるので。でもラッキーカラー言ってきます、2024年は青です、はい。おお、はい、青と、はい、と黄色じゃない？黄色はそれ田中さんの色ですけど、あ、黄色もいいです。でも僕はブルー、水色系、青系がいいので。水色もいいんですね。水色もいいです。はい、ブルー系のものを身につける。あと髪型は2024年の上半期はショートがいいです。ねえ、髪切るんだけど。ボブショート。ボブ。はい、すごい元気になってな。耳を出すといいんですが。出してた。下半期になってくると、2010年後半になってくるとセミロングがいいので、切っといてあと伸ばすみたいな感じが、うん、一番これ恋愛、うん、女性ですけどね。でも短いままでもいい？短いままでもいい。ちょっと役でもしかしたら。あ、いついつ。それも役の問題だからなので。で、神社は先週も言いましたけど、東京からだと鹿島神宮とか、うんうん、地方の方でしたら現在住んでる場所からまあ北東とかちょっと東ちょっと北ぐらいの。北北東とまで言いませんけど、これってもう今から行ってもいいってこと？鹿島神宮とか、正確には2月の10日が旧暦正月でして、2024年は、はいはい、節分明けての2月3、4日以降でもいいんですが、1月1日でももちろんいいんですけど、気分的には、うん、最終的には2月の10日、僕は2月の10日に行ってますけど、なんで？旧暦正月だからです。でも2月10日すごい混むんじゃないですか？旧暦誰もいないです。旧暦正月の方が本当の正月、本来そっちの方が人間の体に合ってるので。でも今言っちゃったから飯田さん1月1日でもいいです。気分はそうですけど、本当に行くなら2月の10日に行ってます。2月10日ね、2月10日以降に行くといいです、うん、そこは守っていただきたいです、はい、で、食べ物は根野菜がいいので、ああね、大根とか、うんうん、ごぼう、人参とか、うんうん、さつまいもそうですよね、一応。あ、そうですね。土に入ってる。ものすごくそうですね。で、その理由もちゃんと辰年っていうのがあって、まあ、地に伸ばすとか、根を伸ばすとかっていうのがあるので、うん、そういったものを食べるといいですよっていうのが2024年です。うんうんうん、なので、行ってください。あと、個人個人の力が強くなってくるんで、一人旅と一人丸々がまた、さらに良くなってくる。お一人様、ソロキャンプとかね。そう、一人焼肉とか。一人何が流行るんだろうと思いながら、なかなかパッといつも分かんないですけど、まあでもそう気づいたらみんながあのリモートでみんな一人になってたから、飯田さんが一人丸々流行りますよ。結局リモートで確かに一人で飲みんなで飲んでんだけど、結局一人で飲む、そうね、普通にやってましたよって言われて、確かに、うん、なのでそういうのはまだね2024年は続いてきますから、うんうんうん、で、新しい流れは先ほど先週も言いましたけど、どんどん来るので、テクノロジーとか新しい情報とか科学とかは、うんうん、そんなめちゃくちゃ勉強しなくてもいいので、詳しい人に話聞いてみようとか、一旦どういうことなのってちょっと知っておくと、ああそういうことなのみたいなだけでいいのでやるようにしておいてください、うん、結婚とかで言うとちょっと個人が強くなってくるんで、うん、でも僕の占いだと金銀の鳳凰座とか、金のインディアン座と金の
ということで田中さんの金の羅針盤だ、結婚する運気なんで、へー、このあたりは結婚しやすいと思います。でもさ、相手の人にもよるよね。相手の人が自分の運気、女性の運気いい方が結婚しやすいです。どちらかって男性だと運気、乱気と乱気、ちょっと運気が微妙な時でも女性がいいと結婚します。金運を上げたかったら、さっき言った資格取るか、うん、ちゃんと個人的にグッと、一つマニアックなものでもいいので、うん、特殊なものでいいので技術磨いたりとか、うんうん、でこれなんかやたらみんな日本一とかなろうとか難しいので、まあ、せめて友達の中とかこの身内の中とかだったら私が一番料理うまいよねとか、その近いところのコミュニティの中で何かの一番目指してみて、うんうんうん、一番その方知識あるねとかネット詳しいねでいいので、それはできそう。そう、それはね難しくなるので、何かの一番、うん、こんな方と一番をおのおの作ってもらえると、うん、2014年はいいです、ね、よし、手帳青にしよう。はい、うん、手帳青ですよ。でももともとちょっと青を買おうと思ってました。本当ですか。水色か、うん、あ、でもいいですね、深い青か。田中さんでもキラキラがいいんで、金銀キラキラしたものを身につけるといいので。身につけてください。キラキラしたもの、キラキラしたもの、アクセサリーでも光るものとかつけた方がいいので。パールとかも、パールもいいです。もともと上品として持ってるんで、羅針盤品格としな。わかる。何でもいいことだけ受け止めます、ね。わかるわかる。それはそう。でも。まあでも品格と上品をちゃんと。うん、でもこれ金の羅針盤座の特徴でもあるんですが、2024年で言うと、お金持ちとか上品な人が一気に注目浴びてくる。そこアンミカさんみたいな人とか、もともとあとお金持ちみたいな人出てきます。ビューって注目されてくるんで。2024年の後半とか。でもアンミカさん昔すごい貧乏だったって。そう、貧乏ですもんね、元々は。苦労してるんですもんね、すごい、うん。聞くと大変ですよね。相当苦労してるの、ね。でもそれも明るくお話ししてくださるから。苦労とか大変って皆さんいろんなことを思ったら想像するの構わないし、うん、過去こんなことあったのはいいんですよ。うん、じゃあどうしたいをもっと考えてくださいね、うん。明るい未来の自分が何を考えてるか、どうするのかって、うん、ここ皆さん想像しない人多くて、そういうことを3、1年後とか3年後とか5年、もう10年後とかに、自分が一番こうしてるハッピーだなとか幸せだなって想像して、その自分が今の自分に何言うか想像してみてください。そうすると今やるべきことがわかるんで、もっと勉強しなとか、今その環境離れなとかって自分が言ってくれるんで、それをやると人生って変わってくるんで、みんな自分が答え持ってるんで、やるといいんですよ。あとちょっと学びってあって、何事からも学ぶことをやめないでくださいね。ああ、それは、うん。確かにね、うまくいかなくて学ばないんですよね、うんうんうん、不幸でも学ばないし幸せでも学ばないから、うん、これ何が勉強になってるのかなと、この人と合わないなとか嫌だなと思ったら、ちょっと待って、意外と忍耐強くなったなとか、うんうんうん、あ、こう我慢する、あ、よかったよかったっていうところを探してプラス点探すと人間って伸びてくるので、確かに、ただ辛いただ嫌だで打ち解く不満だけ言ってると、なんで言えてるってことは何かあるなとか出てくるんで、そうね、それをね探すと、ね、すごくいいので、私、はい、今年2023年、はい、友達増えたんです、実は。おはおはおは、そのあんまりすごくたくさんいるわけじゃないんですけど、なんか長くこれから友達でいるだろうなっていう人たちとの出会いがポツリポツリあったんです。おはおは、珍しいですね。確かにあんま友達いらない星なの。そう、少ないんですけど、なんかそういう人何人か、数人でもいいんじゃないですか、出会って、はい、でも別にべったり一緒にいるわけじゃなくて、2週間に1回とか3週間に1回とかあって、はい、で2時間ぐらいご飯食べたりして、お話ししてね、はい、パッて解散してみたいな、うん、あ、でもいいですね、うん、なんかそういう大切なお友達が増えました、うん、あ、でもいいですね、うん、それはでも田中さん、この2014年の運気絶好調に向かって進んでるから、うんうん、いろんなそういう縁がつながってきますからね、そう、まあ、でもこういう流れす、なんか今田中さん結構流れに乗ってるので、うん、運のいい人やっぱ乗ってくるんですよ。そうだよね。多分ね、一気に来年来るんじゃなくて、もう2023年から予兆がある。あ、そうなんですよ。運いい人ってそれが分かったりとか、うん、あとその流れ乗ってくるんですよ、うん。で、乗らない人って逆らうんですよ。いや、私そうじゃない。やっぱその友達として嫌だとか、あ、そう行動したくないって。いつもの自分を逃走するんで、うん、流れってあるんで、あ、こっちかなと思ったらそのまま乗ると良くなるんで。どんどん乗ってください。うん、大事、素直にやるって一番大事ですからね、うん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 、いや、よかった。なんかもう自分がいいって言われちゃったから、もう何も聞くことないテンションが全然違いますもんね。そうそうそう、なんか聞きたいことあります？なんか例えばテレビ、ラジオ、動画、音声メディアとかっていうのは、メディアですか、どう変わっていくとか。テレビ、ラジオとかは
古くてそれもうダメじゃんってものは大きく崩れると思います、ルールブックが。で、新しいものが出てくるので、こういうのがいいよねってのが出てくるので。なくならないでしょ。でもね、なくなりはしないですね、うん、ラジオとかなんてなくならないですもん、ずっと低空飛行ですもんね、うん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 、どこ行ってもみんな心配するんですけど。え、最近でもさ、 YouTube とかのおかげもあってさ、なんかそのそれきっかけで知る。あ、増えましたね。そう、それでリアルタイムで聞くとかっていうことも逆に増えてきてもいるから。実はラジオ伸びてるんですよ ね。ラジオと勝手に聞かれてるけど。そうそうそう。聞くところが増えましたよね。ねえ。なんかラジコもありながらね、ここで聞きながら、ネットで聞いてとか、だ、うん、から変わってくるから。で、私絶対ここで結婚発表するからね、もしするなら。本当ですか？言いましたよ。収録だけどね。じゃあもう、じゃあどっかで漏れるじゃないですか。でも漏れないのよ、ここのスタッフ。あ、そうなんですか。本当に洗ってますよ。いや、そう、え、漏らさないよね。俺、田中さんのネットに出てる大谷翔平と田中みな実結婚する、あれ何なんですか。あれ、ね、上がってきません、なんかで見てると。上がってくる。どう、ちょっと相性ちょっと見て。相性見て見て。ちなみにお会いしたことないですよ、まだね。あるのかな。まさかそこと。でもね、お二人さんっていつか誰かと結婚するんですから。1994年7月5日だって。大谷翔平さんとの相性、友達からの延長で、恋は入ってますね。いや、そんな時間はない。なんで田中さんが振るんですか、勝手に。だってもう友達の期間の、まあ友達になること難しいですもんね、向こうに。だし私あんま友達からってないです。一気にす、まあでも一目惚れからですもんね、はい、最初の印象、頭いい人と尊敬できる人、はい、最初の印象のいい人が好きですもんね。そう、その通り、うん、でもいいですね、うん、なので、だから本当皆さんご心配なく、本当にあのちょっともやっとさせてたんですよ。はい、何ですか、何をですか。ね、なんかあの恋の話ですか。別に気分は悪くないじゃない。なんか、あ、大谷翔平のこの間さ、本当これ本当の話なんだけど、はい、横断歩道を待ってたの。はい、そしたら、何歳ぐらいだろう、あの子、小学生かな、はい、高学年の男の子がバーって走ってきて、で、え、すいません、あの、すいません、田中みな実ですかって言われて、あ、はいって言って、そしたら、え、大谷翔平と付き合ってるんですかとか言って。すごい。子供にも知ってるんです、知られてるんですね。で、え、どういうことって言ったら、え、なんかあの、TikTok に流れてきたんですけど、って。TikTok とかでなんかそういうのが流れてね、来るの、むしろなんかネットニュースが流れてきてるのかな。で、いや、って言って青になっちゃって、はい、あの、お母様が来て、すいませんとかって言って、で、なんか、どうだったのって多分聞いたお母さん。それで、そしたらなんか、お母さんが送り込んでるんですか。なんかなんか、何に答えてくれなかったみたいな感じで言ってて、なんでそいつに言わなきゃいけないの？ね、なんか、週刊文春の記者かもしれないです。いや、すごくないと思って、そんなに、だから、若い子たちも知ってんだなと思って、そういう。なんか、よく出るんですよ。ニュースね。うん、私もよ、田中みな実で検索したら、スペース、うん、大谷翔平さんの名前出てくるから、まあ別にそれはそれでさ、別にまあいいかなと、別に悪い気しないから、その、言われてる分には悪い気しないよ、こっちは勝手にね。別にね、向こうとんでもないスターだから。いや、もうありがたいよ、こちらは。まさか、ね。そうそう。だからまあ別にそのままにしてますけど、だからあえて別に。しなさいよ、あえて別にラジオとかでも言及しなかったけど、もうこれで消えちゃいます。あ、そう。ね。なんもないと。そう。まあでも、田中さんと同じ金の羅針盤座は、急に結婚してもいい運気ですから。ね。そう、だからまず皆さん、その、まだ知らないっていう人は五星三心占いっていうのを完全版っていうのがありますので、これ毎年更新されてるもの、毎年書いてます。だからこれコンビニとかに売ってません？それはちっちゃい版、朝日新聞出版の方は、セブンイレブンに、うんうん、全国セブンイレブン置いてる。もうでも売り切れてるかな。そんなに人気なんですか？そうなんですよ。へ、すごい量吸ってるんですけど。アマゾンとかでも買えないの？アマゾン、楽天買えます。ね、あの、はい、ネット書店で買った方がいいと思う。なぜなら、重いから、このこっちは。そうですね。それ1キロありますから。そうなんですか。はい、その本1キロあるので。あの、出版した担当がそれを持ち運びして腰を壊してます。何十冊、何百冊持ち上げてサインしてるから。でも1キロある感じしないですけどね。1キロありますよ。まあでもなんか、これを持っとくと、本当にこう話の、ネタになりますから。そうそうそう、占いって占いからの一面なので、うん、その全部ね、未来予測のために魔法使いだと思ってる人いるから。いや、そのハリーポッター見た人じゃないよ、つって。
勉強でやってるだけなので、うんうん、でもね、参考に、あ、いいんだったらいいし、調子乗って悪いんだったらちょっと気をつけようかなって、少し思うだけでもだいぶ違いますから。でね、かなり具体的に書いてあるから面白いなと思って、で、毎日毎日なんか一言書いてあって、で、それを見ると、あ、こういうことに今日気をつけなきゃなとか、思えるので、そうそうそう、ちなみにこの文庫になってる朝日の方は、はい、編集の仕方、ちょっと編集が違うんで、うん、なので編集担当によってちょっとニュアンスが違うみたいなのは、その差を楽しんでいただけたらいいかなと思います、ね。はい、で、運めくり。あ、そう、4年に1回、田中さんが絶賛してくれたおかげで。私大好きなの、これ。中の番組で言ってくれましたもんね。はい、もうずっと使ってます。31日日めくりカレンダーなんですけど、365日分ではなくて、31日分なんですよ。だからこうめくってめくってって、1日が終わって0時になったらパカッとめくって、今日も1日頑張りました。ありがとうございました。ってやるわけです。で、朝出かける前に、あ、そうだよねって思いながら、許すことから全てが始まるとかさ。あ、大事です。なんかそういうこととか書いてあって、すごくこう学びになるんですよ。ちょうど1ヶ月後忘れますよね。うん、忘れます。忘れるし。そうなの。あと、ちっちゃく書いてるのちょっとアドバイスもあって、うんうん、そっちもあるから。あ、そう。なんかちっちゃい言葉も書いてあります。そこはね、あんまり読んだことないんだけど、何がいいって、インテリアと馴染む。あんま邪魔しない感じですよね。なんか見た目は結構キラキラしてるんだけど、中は割と、いい意味で地味っていうか、ちょっと手書き風なんですよ。うん、だから、動物とかがモチーフになってたりとかして、もうね、全然こう、置いてあって、嫌じゃないの。だから置いてあるの。ありがとうございます。そう。いいんですよ。私シンプル好きなんだけど、本当にこれ好きなの。だから新しいの出してくださいってずっとお願いしてて、ついに待望のこの感じ。一個前のやつはちょっとポップだったの、私には。でも同じ動物でしたよ。え、なんでだろう。色味どうだろうな。そんな変わってないと思いますけどね。ほとんど一緒です、確か。シリーズ化してますか。とにかくこれは好きです、私は。でもこの中で今いろいろ、まあ自分でいい言葉がいろいろありますけど、本当人生良くしたかったらいい言葉発してくださいね。うんうんうん、言葉が変わると人って変わってくるんで、まず変えれるのも見た目と言葉しかないんで、外見変えてね、髪型変えて服装変えて言葉を使い始めるとどんどん変わってくるんで。うんうん、これとかいいよ。他人も自分も許せばいい。許せないと思えば思うほど許せばいい。あ、そう。許せないよね。進む方が楽で止まっている方が苦しいから、一歩でも前に進もう。わかる？そうだよね。止まってると考えちゃうから、いろいろ。そうなんですよ。苦しいのにみんなその場にいるんですよ。ね、そうですよね。じゃあもうやめたらとか。わかりますわかります。転職すればいいし、友達全部切ればいいのに、同じこと繰り返すから、いいよ。それはもう苦しいんでしょ。やめたいって反応してるんだったら素直に動いて、違うとこでまた違う苦労始まるけど、うんうん、今よりいいじゃんと思って動かないから、ね。うん、怖いんだよね。でも手放すのって怖いよね。私はすぐ手放しちゃうけど。あ、でもその方がいいんですよ。手放せることも。でも本当に新しい人だったり、新しいものっていうのは絶対入ってくるので、そう、なんかそこの人間関係にしがみつく方が辛いと思う。そうなんですよ。嫌な上司いるとか嫌な部下いるとか、もう合わないんだったら、もう一回言ってみて最初から作り直した方が、その勇気意外と大事ですからね。なんかさ、来年一緒に土佐回りします。どこに回るの？なんかさ、一番運気がいい人ですっていう、一番運気がいい人として私を連れて行って、来年の行列みたいな。そうで、なんかみんなにこう握手したりとかして選挙出んの？それでこれちょっとこういう話をする、手放す勇気みたいな話をして。僕トークライブやってますよ。え、ちょっとそれ呼んでくださいよ、たまに。本当ですか？来ます？行きます。じゃあ、一回行きます。昨年、一番運気がいい人として。昨年、ヘンミエミリさんが急に来て、あと、青木さやかさん来たりとか、ゲストで来て、トークしたりしますよ。私は、芸能界で一番運気がいい人として呼んでください。わかりました。はい。党内でやるとき連絡します。お願いします。ちょっと、偏僻なところでやってますけど、うん、もし暇でたまたまいたら。はい。ぜひぜひ。やりましょう。びっくりしますよ、みんな。ギヤーってなります。ありがたいです。本当そういう、ね、そんな風に思ってもらえる存在でありたいものですね、ずっと。なりますよ、田中さん。私、いつまで仕事できます、ちなみに。仕事で言うと、本当は田中さん好きな仕事以外はやりたくないので、うんうん、仕事が好きだったらずっとやります。好きじゃなくなったら途端にやめますよ。なんかね、三名学で、はあ、私が、例えば、女優業を始めたタイミングが、もし、連ドラ、に初めて出たタイミングだとしたら、10年ぐらいで辞めないといけないみたいな話だったの。そうじゃないと、いろんなことがうまくいかなくなっていくみたいな。なんだろう。空母とか転注札で始めたとか。あ、そうそうそう、転注札中だからっていう。転注札中って、それ考え方違うんで、勉強になることが始まってるんで、
一旦でも離れたりと。でもその役全然変わりましたね。最初のキャラクターと。うんうんうん、今は全く違うんだろう。もう変わってるから大丈夫です。そんな考え方？空房とか裏とか、まあ、もう、乱気裏を切ってますけど、そこって、なんだろう、真面目な役者さんが急に悪役をやったりする時期なんですよ。なんでその役やんのか、跳ねたりとかするんで。なんで、仕事のテンポ、内容が変わることをいいと取るか、学べると、そこそこ、学べると思うと意外と沈まないので、うん、運気悪い時って一番学べるので、うんうんうん、なんか悪いで終わっちゃうともったいないので。確かにね、そうだよ。失恋とか、なんか嫌なことって、めちゃくちゃ学びがあったなって思います。それでも大事です。嫌な時に学べるのに、うん、そこから逃げちゃうと学べないことがあるって。そうね。学んで学んでもさすがにないなと思ったら、さっき言った逃げればいいし帰ればいいので、うんうん、学べることを一生懸命探すってすごく、それ特にこの一年学びがすごく大事なので、うん、何でもかんでも学べると思って。そう、何でもかんでも学べると何でもかんでも感謝できると思って生きると人生楽しいんで、うん、あ、これも学べるなって、ペットボトルも感謝だなと思って。本当アンミカさんみたいになっちゃうんですけど、でも感謝ねっつって。ほんまやな。白って200色あんねんな。もうギャグになってるもんな。でもあのぐらいになると、あれをちょっと目指す全員。いやそうだね。日本国民全員アンミカさんみたいになったら、幸せです。わかるわかる。うん。欲しいと思うし。そうね。いやすごく嬉しい私はもう。この1年の田中さんはどうなるか楽しみです。いや本当そう、自分でも楽しみ。本当にみんなだからちょっと。ほっといてほしい。ちょっと。ほっといてほしい。なんだろう。願いが叶うときとか、田中さんが何を願って生きてたんだろうがわかるから、あ、こうしたかったんだって。見えると思うんです。こういう仕事したかったとか。うん。ここ数年は本当にね、俳優業をちゃんとやりたいっていう気持ちがあって、焦燥感もあったけれども、うん。まあ、なんかその、作品に入ってない間とかが、今までだったら焦っちゃってたけど、今は、インプットの時間になるなーってちょっとプラスに捉えられたりとかしてますね。うん。楽しみですから。ね。田中みな実この一年注目ですね。はい。はい。皆さんぜひ私に私を泳がせておいてください。言葉詰まってる。いや私に注目してくださいとか言うとさなんか変ですね。気持ち悪いじゃんなんか。だからちょっといい感じで頑張るので皆さんこれから応援よろしくお願いします。ま皆さんもちょっと参考にしていただいて、で今マイナスに考えちゃってるよっていう方は、本当に考え方で全て変わるんだなっていうことを今この放送を聞いてても思ったと思うので、ゲッターズさんの個性三神占い参考にされてはいかがでしょうか。